はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はまた、ゆりちゃんに、またモデルさんやってもらってます。前回に引き続き、前回の動画は、フレアのちょっと巻き方、今っぽい、春っぽい巻き方をやったんですけど、この状態から、ポニーテールするだけで、めちゃくちゃ可愛く、おしゃれに仕上がるので、なので、この巻き方をしたみたいな感じもちょっとあるので、こう、2本立てで前回とちょっと繋がって作ってますので、前回の見てない方は前回の見てから今回の見てください。それでは動画を、どうぞ！まず、遅れ毛がある方、例えばこの辺の短い毛ですね。ある方は少し下ろしといて、で、前髪とこの生え際の間を少し埋めるような感じで下ろしておきます。で、次に、サイドの、遅れ毛を下ろした状態ですね。で、残りの髪の毛を、ちょっとだけ根元の方にこう手ぐしをちょっと溶かして、毛先はあんま溶かさないようにまとめてあげます。で、なるべくちょっと下の位置、後頭部よりも少し下の位置で全体的にゆるくまとめます。で、ゆるくまとめたら、外羽のカールと内巻きのカールがあるので、それが入ってると、結構こういう風に見た感じ、跳ねたような感じのヘアスタイル。ちょっとこう外に向かって跳ねてるようになるので、この状態でゴムで結んでいきます。今日はスプリングゴムですね。このゴム跡がつかないゴムで結んでいきます。で、結んだ後に、さっきのこの外羽の部分ですね、をしっかりと出していきます。で、次に耳にこうかかっちゃってる髪の毛を耳に少しかぶせるように下ろします。で、最後にここの髪の毛でちょっとペタッとしやすい感じかなと思うので、もう指で少し丸みを出すように広げてあげます。で、この時にゴムの部分を少し持ちながらやると広げやすいので、ちょっとこう丸みが出るぐらいの感じで、束感を出すっていうよりは丸みを出すようなイメージでやってあげるとバランスが綺麗になります。で、前から見た時に外羽のカールがちょっと出てきてバランスが整ったらこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。で、やっぱポイントなんですけど、外羽にすることによって、こう、前から見た時に髪の毛が見えてくる。そうすることによって、ちょっと小顔効果にもなって、いろんな方に結構使えるポニーテールになるかなと思います。で、やっぱりこう、耳に少しかかってる方が、よりルーズ感も出るし、ここのボリューム感ですね。ここもしっかり出してあげる。丸みが出てる方が、おしゃれに、後ろから見たり、横から見たりすると、おしゃれに見えるかなと思いますので、ちょっとこう、この春、こういうポニーテールと、こういうヘアスタイルはいかがでしょうか？こんな感じでお送りしました。またこの動画良かったら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた！さよなら、バイバイ。